森井月騎士団物語は、水木育美、著、鈴木理香、イラストによる日本のロボットファンタジー小説、徳間ノベルズ・エッジより2005年から刊行されている。本社の舞台であるミルソーティアは、多元宇宙に浮かぶ地球の一つであり、新貴族と呼ばれる支配者集団を頂点に貴族が支配する封建社会である。現実世界と比べて、科学技術は、 優れている面もあるが社会制度では強固な身分制社会で4000年前から社会全般に進歩が全くない。かつては次元回路応網で結んで他の地球を植民地にしていたが4000年前に大接触と呼ばれる対消滅により次元回路応網は寸断され地表の3分の2を破壊された。主人公の少年理獣は物心ついた時から 父親と共に巡礼として、各地を放浪する生活を続けていた。十二歳になった時、突如父親から別れを告げられ、一人ぼっちになってしまう。訳がわからず父の後を追いかけ探し出そうとするが、その地の衛兵に追われ、また、上兵に逃亡領民と間違われ、拘束される。ところが、そこへ黒株と師団と名乗る軍団が進行しており、城の人々と共に囚われ、 殺されそうになってしまう。しかし、謎の喋る黒猫、ノワールに助けられ、領主とその息子しか動かせないはずのしごきを操縦し、なんとか撃退することに成功する。が、なんと城の人々に死んだ引きこもりの領主の息子、エミュールと誤解されてしまう。それを利用して、ディオデート家の存続を企むオゾンに、死んだ領主の息子の代わりとして、新しい領主として、盾と悟されるが、 森井月騎士団幼年学校第19987期新入生森井月騎士団士官森井月騎士団幼年学校生黒株都市団調税局ありがとうございます